三代目、中村若衛門三代目、中村若衛門1月2日昭和2年11月15日は、明治から大正の髪方の歌舞伎役者。屋号は慶や拝名に、梅と、芝と。本名は、中島恵美太郎。父は、歌舞伎役者の嵐秋笑い。明治12年正月大阪中座で、初舞台、嵐恵美太郎と名乗る。 父の死後京都の舞台で活躍中に二代目、中村弱衛門に認められ、その養子となり中村恵美太郎と名乗る。明治二十三年義兄の三代目、中村芝弱が死去したので、岐阜の遺行もあって、翌年九月四代目、中村芝弱を襲名する。この頃は立役を主に務めていたが、東京で、お山の芸を学び規範後は、関西歌舞伎随一のお山として認められるようになる。 大正3年10月、大阪らにわざ足や銅ち大内明のくずの歯で3代目、中村若衛門を襲名。その喉を締め付けるようなダミ声は、モノマネの定番となるほどのものだったが、そんな悪性と小柄な体格という追い目を背負いながらも、舞台に上がると絶世の美女になった。その美しさは、新獣天猛島で舞台を共にした、初代。 中村元次郎が、この女とやったら死ねると言ったという逸話からも、伺われる。鎌倉三大記、絹川村の時姫、祇園祭礼進行記、金閣人の雪姫、本町二十四校の八重垣姫などの時代物や、審判家西門、野崎村のお光、吉常千本桜、寿司屋のお里、桂川蓮里作、帯屋のお藩などの娘役、雪舟合法辻。 合法案室の玉手御前、遠洋女舞犬、酒屋のおの、国生り二葉をいずり、どんどろ大師のお弓などの女房役のほか、人形ぶりも得意で、伊達娘恋日賀の子、日の宮蔵の女,の女などが当たり役だった。昭和2年11月14日、造歩中心蔵、本蔵下屋敷の産地とせ姫を務めている最中に、倒れて、翌日死去。従来の演出にとらわれることなく、 慶也ヤという新しい方を創造した。二代目、中村元次郎は、著書、八人の歌舞伎役者の中で、私の知っている限りでは、お山の名人とも言うべきお方でした。大抵の人は、昔の方を伝えるだけですが、この方はご自分でも、新しく方を創作なすったのですと三代目を、十回している。五に出生中千病死した、中村慶章がいる。 四代目ジャクエモンはその継承の親友だった関係からジャクエモン家に違反用紙に入って四代目を襲名したという経緯がある。ありがとうございます。